鳩山総理大臣はアメリカ軍の普天間基地移設問題で明日、基本政策閣僚委員会を開き従来の日米合意とは異なる新たな政府与党案をまとめる考えを示しました明日基本政策閣僚委員会にありますえ私は出ませんけれども,もうそこでえ与党三党で足並みを揃えたいと政府の方針というものをまとめることは 鳩山総理はす、社民民党党ととと国民新にに伝え、方針ををままめることを明らかにしました。場所についての質問には内容については申し上げられないとしたものの原案通りなら苦労しない日米合意を重く受け止めながら沖縄県民の気持ちを信酌しながら答えを出したつもりだと述べ新たな政府・与党案を打ち出す方針を明らかにしました。 鳩山総理は明日の閣僚委員会でまとまれば年内にはアメリカ側にこの案を伝える方針ですが具体的にどのような提案になるのかについては交渉ごとだとして言及を避けました。